あそこに魚がいるんですね。見えるかな。これです。これを今ちょっと捕まえてみたいと思います。はい、こんにちは。ガサガサフィッシング佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。今開始早々ね、ここにこっから降りて下を見た瞬間もうね魚がいたんでね、スタートしたんですけども、今いたのはあのカワアナゴというね、魚です。で今ちょっとね手の上にも乗ってたんですけどね、カメラを映すのにの方をね最優先しちゃったんで、今ね穴に入っちゃったらね、もう撮れないんですけども、多分まだ1匹ぐらいはねどっかにいると思うんで探してみたいと思います。ちょっとまた新たなハゼの仲間を探します。お、あれはなにこれ、こっち、うわ、いや、くれた。うわ、これは立派やな。あた、すんげえでけえの見つけた。これはでかい。うわぁ、うわぁ、じゃじゃーん、これは結構大きい方だよね。はい、この辺いっぱい貝がありますよね。こうやって石巻貝なのかな、わかんないけど、これもいっぱいあります、いっぱいありますね。無数に。あ、こっち
こっち。これは難しいな。うわ、こっちだよねこれ。こっち。あ、ここに一匹いますね。ちっちゃい子供やね。はい、これも川ナゴですね。まだちっちゃいですね。あ、引っ込んできた。はい、最初に取れたのはこちら。多分こっちですね。種類もいっぱいいるんですけど、ちょっとわかんないんですが、こっちの仲間です。もう一匹いたんでね、結構な数いると思います。はい、そしてこれが今回の一番お目当てだったカワアナゴですね。まだ小さいんですけど、さっき一匹目はね、15センチか17、8センチぐらいあったんで、大きかったんですけども、まあ、もっとね、大きい30センチ近い個体も、まあ、この川はいるかわかんないんですが、いますね。やっぱこれはあんまり上流にまあいないことはないんですけども、やっぱり汽水とかね、河口に近いエリアの淡水だったらいますね。でここもちょうど海水と淡水のちょうど境目ぐらいなんで、この辺りには多いんじゃないかなということで、本当にね、川に降りて5秒ぐらいでね、川を見つめた瞬間そこにこれがいたんでね、ラッキーでした。という形で、カワアナゴですね。背中がね、こういうちょっと薄くて、で体の両サイドが黒くなっていて、本当にツートンカラーでね、独特な、カラーを持ってます。でこれもっと大きなのいるんで、晩になったら、今度また見に来てみようかなと思います。上から見るとこんな感じです。横から見るとこんな感じです。可愛いですよね。まあ、大きくなるとね、あんま可愛くないんですけどね。まあ、ちっちゃいうちは可愛いですね。はい、そしてこちらがまたね、今回このチャンネルでは初めてのハゼなんですけども。極楽ハゼというハゼですね。まあ、この魚はもう実はあの吉野ぼりと同じミノゴビウス属だったと思うんですけどね。なのでまあ吉野ぼりの仲間なんですね。でこれはもう全国的に多分すごくたくさんいる 種で、まあ、基本的に汽水域から淡水にとても多い魚で、比較的この下流の方にねいる魚ですね。いるところにはもうものすごいいます。で、まあ、たくさんいるんですが、密かにこれすごく綺麗な魚でね、ちょうど体のね、側線のラインに沿ってこう黒い斑紋がポン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 とね、5、6個ありますよね。で、その間に、青いね、ちょっとね、これ今わかるかな、青くね、光る鱗がね、いくつかあってね、すごい綺麗なんですね。なんでこの模様のね、このコントラストがはっきりしたハゼですね。
この魚は多分、歩いててね、網とかで取らなくても、もう姿からね、この上から見た時にも、あれ極楽だなっていうのはすぐ分かりますね。それぐらい特徴的な、模様をしてますね。すんげえでっかいのがいる。すげえでけえ。すげえでけえよ。でかい。頭を入ったかな。入った。これ今ね、袋が広がらないんで、重りをね、そしてこれを入れてちゃんと奥まで袋が伸びるようにして作ったんですね。よっ、まさか映ったかな今。ここで解説してたんですが、ちょっと終わってね、これどけてみようかなと思ってどけたら、いました、でかいのが。まあまあサイズ20センチちょうどぐらいですね。はい、という感じでした。問題はこれですね。このでかい川アナゴ、ちょっとね、色が川アナゴっぽくなってきました。川アナゴという魚です。実際結構僕らが住んでるね、生活圏のエリアにいる魚なんで、結構なね、数と水域にいるはずなんですが、意外とね、出会う機会ってないですよね。まあ出会う機会はないんですが、かなり僕らの生活圏の近くにいつもいる魚で、まあ大型種ですね。でこれはもうこの姿からね、イメージしてもらっても分かるように、フィッシュイーターなんで、晩ね、ワームとかね、で攻めると、いるところはね、結構釣れるんじゃないかなと思います。でかいの、ほんと30センチ近くまでになるのもいるんで、このルアーのね、ターゲットとしては、なかなかいい魚なんじゃないかなと思いますね。で、飼育するのも面白いと思います。僕はこれはね、カンボジアにね、スネークヘッドでチャンナ・ヌキウっていうね、スネークヘッドがいるんですけど、それがね、ちょうどこれぐらいのサイズまでのがね、同じカラーリングしてるんですよね。なので僕の中ではもうスネークヘッドを捕まえた時のイメージが重なるんですね。それぐらい、そんな魚です。まあ、かっこいいですね。ちょっとずつ色がね、ツートンカラーになってきましたね。こんな魚です。早く行ったら。
はい、ということで今日は、いつものねこの隠れ生活の兄貴の家の裏にある川の下流の方にあるポイントに来て、川穴子をメインに探してみました。今これはもうほとんどいる魚なんで、狙ってね、来てみるとまた面白いガサガサができるかと思います。でも他にもね小さい歯で、本当はねもうちょっと違う歯でも段の下から多分いると思うんで、またそちらも見に行ってみたいと思います。ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今日もありがとうございました。それでは、タバコを吸えないのはきついね。でも頑張ります。頑張ろう。帰ったらコーヒー牛乳買いに行きます。